ヒューマンライツランのスタッフをしております弁護士の岡崎と申します。後半のパネルディスカッションのコーディネーターをさせていただきます。よろしくお願いします。まず後半の最初はですね、お二人に、お二人だけの議論を聞きたい方たくさんいらっしゃると思いますので、テーマも含めて丸投げさせていただきますが、15分から20分ぐらいお二人でお話ししていただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。マイク持ってる？はい。それで丸投げさせられたんですけど、この組み合わせだと多分僕が司会した方がスムーズに司会そんな感じで、そうじゃないですか。よく僕のね、セッションとかにも出ていただいて、教育については取り上げる際には結構多くの人たちがやっぱりそれぞれのね、自分の体験とか、あるいはその自分の考えっていうのを持っていたりするので、特にやっぱりこういったこと問題ですよねっていう、僕は特に人権感覚とかに基づいて問題提起することはすごく大事だと思ってるんですけど、あまりにその感覚が違いすぎるのが次なので、事例と根拠を提示しないとまずは話が出発しないと。でも内田さんがブログでお書きになっていたように、その事例とそれからデータを提示するともう有無を言わさぬ前提になるじゃないですか。それを認めない議論もさすがに無理だよねっていうのがここになってきてる。ここ普通に問題事例については改善しよう、そのためにはまずは根拠と事例をっていうのは、ようやく動き出したように思うと思うんですけれども、メディアの報じ方も含めて何か変化って感じますか？校則？それとも部活の方ですね。あ、部活、はい、あるいは組体操、ね、やっぱりね、本当に部活に関して言うと、それこそブラック部活の本を出した当初、あるいはもっと前に問題を訴えかけた当初は、やっぱりね、賛否両論、組体もそうですけど、大体ああいうの出すと本当に大好きな人と、それに苦しめられた人で、内田を言ってくれたっていう人と、はい、何言ってんだこいつっていう賛否両論ですよね。それずっとあったのに、最近ね、公園とか行ってですね、公園って言ったら パークの公園ですね、はい、公園帰って誘われてるわけじゃなくて、公園会に行ってですね、で、話終わった後とかに、いろんな先生とかも来てくださるんですけど、部活大好きですとか、大好きだったっていう人たちが、もうそういうことを自覚して僕に話しかけてくれるんですよね。これはこの数ヶ月の動きで、つまり部活は好きだけれども、そして今もやってるけれども仕組みとしておかしいと思うとかですね、そういうふうにこう問題を少し対象化してお話しくださる先生が増えたなっていう感じがあって、これはいい感じだなって。で、あとはですね、この前聞いたのは、最近割と管理職クラスの方だったかが言ったという話をある先生から聞いたんですけど、その管理職さんは最近はブラック部活と言われてるようでみたいな、ちょっと人も自分はだからいまいち乗りたくないけど、世間様でそう言われてるから皆さんやりすぎないようにっていう、はいはい、まさにちょっと心がまだ揺れ動く感じだけど、そういうふうに一種の外圧として意識してるってことですね。でももともと体罰とかもそうでしょ、拘束とかも、そうやって外から言われて最初は自分はいいと思ってたけれども、だんだんとあいかんのかもしれないなっていうことで話をし始めるっていう、そういう事例も聞きました。だからそういった意味でもやっぱりこう、それこそセッションでも組体の柔道ももしかして扱ってくださったかもしれません。たぶんやってくださった気がします、ね。指導士の問題なども、大貫さんとかまで来て取り上げたりしましたね。柔道組体も多分トピックを上げるたびにこう招いていただいてお話ししましたけど、はい、やっぱりね、そうやってマスコミで広げていただくと、いい意味での外圧として、なんとなく理解値が広がっていくっていうのを今まさに感じている。ですね、世代間の意識を変えていくためにやっぱコミュニケーションを続けるっていうことはすごくいいことだと思うんですね。内田さんのブログを見て、教育の在り方について真剣に考えている人ほどそういうふうに気を使うようになると。だから僕はその意識高い人 そのモード様式を変えると、要はものすごい熱心だから今までスパルタだったんだけど、別にそれがスパルタという方法じゃなくても本当はその人にとっては良かったはずで、ものすごく熱心さであるというその態度表明の仕方がちゃんとコントロールするとか、例えばささみを取って、この時間には野菜を取ってとか、1日4食とか5食とかみたいな格好のスポーツ科学に基づいてアドバイスできた方が様式としてかっこいいよというか、あるいは一つのスタイルとしてよりうまくいきます、いい先生ですよっていうのモードとかモデルを提示さえすれば、そちらの方に流れていきたいと考える人って増えてくると思うんですね、数年間かけたとしても。
そういったモードを今はそのいろんなコミュニケーションメディアを通じて作ることができるので、それをまあ実践されてるって感じですね。本当にね、だって組体操の時なんてね、うん、みんなもうあれでみんな感動するんだよって言ってたのに、はい、でまあ半分外圧でやっぱ低いのをせざるを得なかった、でも帰ってくる答えって意外と低いのも楽しかったとかって話を先生たちがね、はいはい、意外と盛り上がったとかって、まさに今までモードがなかったわけですよ、それしか、うん、だからそれこそ校則もそうですけれども、もうそれは厳しくして縛ってこそ秩序が安定するんだっていうモードだけなんですよね、うん、でもそれ以外の方法があるかもしれないし、まあやっぱりそっちに移す努力をしていかなきゃいけないということかなというふうに思いますね。だからその僕はその評論家で研究者でも活動家でもないんですけど、ただやっぱり常に意識するのはその相手の行動様式を変えてもらうためにはいろんなオプションを取るということなんですよね。で、多分内田さんのところにもこういった批判なのか意見なのか来ると思うんですけど、お上に頼んで結局蓋をしてもらうっていうのは民主的じゃないとか、そうしたその意見って多分来ると思うんですよ。で、個人的な意見もいろいろありますけど、ただその行政っていう我々のものとして意思決定をするための装置があって、そこを通じてさまざまな教育現場に介入するということはそれ自体は民主的であるので、それ自体は否定されるべきものではないが、ただ一面的にこれはダメっていうふうに蓋をしたとしても、実はその様式としてなぜそれがダメなのか、じゃあ何を目指すべきなのかっていう文法がその血肉化してないと結局別のものに入れ替わってしまうだけの可能性があったりするわけですね。内田さんのように、あれは僕も心がけようとしてるんですが、別の代案を出す、別の様式の代案を出すと、つまりブラックリスト方式でこれをやると人権侵害なんですよってことはちゃんと示していくんですけど、こういった教室作りをするとより楽しいですよっていうようなオプションをこう提示していくと、多分先生って多分協調性をみんなで作ることが大事だとか感動することが大事だみたいなロジックで組み立てるじゃないですか。僕はそれヒップホップダンスじゃダメなのっていつも思うんですね。そうするとまず伝統じゃないっていうのがまずあって、それは置いておいたとしても、ヒップホップダンスは教えられないんですよね、学校の先生が。組み体操をとりあえず乗っとけみたいな感じでできるっていうのは楽の方向にこう流れていったり、やっぱ慣れてるというか見慣れてるっていう方向になるから、たまたまヒップホップじゃなくて組み体操になってるんです。じゃあヒップホップダンスはさすがに難しかったとしても、別にそう希望者だけでやればいいし、でもみんなで何かやりたいんだったら別にオーダーでもいいし他のものでもいいし、でもそもそもマスゲームで感動するっていう感覚が僕にはわからないので、そこは全然だけどっていう僕の感性があるから、多分行くと僕はギョッとするわけですね、学校に。だけどそういうその人たちに対して組体操以外の何段以下にしましょうとか、こういったゲームもありますよとか、そうしたそのある種辛い水だけじゃなくてうまい水甘い水をこう提示していくっていうことも、例えば動画とかあれエントリーとかでやってますよね。それはいじめ問題でもやっぱりいい教室を作るためには、例えば方法論として学校の前に掲示物を1枚も貼れないようにしましょう。そうすると発達障害の児童も含めて視覚ストレスが減るっていうことになるから、そういったことから大事なんですよっていうのことを細々一個一個教えていくと分かるわけですね。先生サポーターってそれもなかなか伝わらないんですよね。それね、これ時間何分だ、全部で15分くらい、15分、はい、アバウトです。一つすごく聞きたかったことがあって、いいですか、はい、今の話でね、つまり別の選択肢オルタンティブを示して、まあ、あこれならやれるかもとか、これならいいかもと思えるようなものを作っていく、まあ、それ言い換えれば単に批判だけじゃないっていうことだと思うんですよ、はい、で校則をですね、まあ、校則こそ本当に先生たちはそれによっかかって生徒指導してきたわけでしょ、まあ、先ほどの話の中でその先生たちに示すオルタナティブ、あるいは先生たちが納得できる話っていうのは、先ほどの話と一体どのあたり、実は最後に教員の多忙化とかも挙げていらっしゃって、あこのあたりなのかなっていうふうに思ったんですけど、はい、そのあたりの、まあ、今後の戦略ですよね、僕はどんなものでもやっぱり最初はいかんっていうことを可視化させなきゃいけないと思ってるんですよ、これはおかしいおかしいおかしいで、まあ、ひとまずできた後にはやっぱりオルタナティブとかを示しながら、なんとかあんまりこうノーとかって見ないよっていう必要じゃなくて、できるだけみんなを巻き込みながらと思うので、最後の提案はそういうところなのかなって思ったんですけど、そうですね、どういうふうな戦略を、まずはやっぱりブラックリストっていうものをしっかり作ることで、これだけは NG だっていうことは示す、これは内田さんとまず第一歩目は同じですよね。つまり校則を、まあ、全廃論者だってよく言われる話があって、あ僕全廃論者だなと思って絶対言われると思う、校則全廃論者だ、ね、うん、それは校則を全部なしにしろではなくて、今根拠が説明できないものについては白紙するぐらいの構
構えにいてほしいと。だけどそれはさすがに無理だと僕も分かってるわけですよ。頭かぎかたりの行動マイルドなんでね。となるとそういった時にこれはブラックリストですよっていうことを提示して、さすがに例えばこういうような法則、防寒 NG とか、あるいはその日焼け止めとか、制汗剤とか、あるいはリップとか、これもやっぱり健康管理の問題なので、おしゃれという文脈で何が何でも禁止するのやめようと。で一方アレマーニとかの学校は服育が大事だっていうことで、服の感覚を育てなきゃいけないって言って、極端すぎるわけですね、このフレアの。そうじゃなくて、ちゃんとファッションも含めた社会性を身につけさせるんだったら、変な制服を押し付けるんじゃないというか大事なので、コンセンサスを作れる。評論家としてはメディアを作って通じてコンセンサスを作る。政府を通じては、NG リストを詰めて作ると。で、対、メディア発信と現場のレクチャーの中では、具体的な拘束に関しては、こんなルールがあったらいいんじゃないですか、ではなくて、ホワイトリストとは僕は作らないようにしてます。そうじゃなくて、そもそも拘束を作るため の、しっかりとしたデモクラティックスクール的な議論の場を作りましょうと。十数年前に問題拘束が話題になった時に、文科省が変えましょうで通達出して、結構の学校が拘束一度変えたタイミングがあるんですね。でそれが何きっかけで変えたのかっていうと、8割近くが先生が勝手に変えたんですよ。で、その変えた拘束が今問題になっているっていうことは、その変え方じゃダメだっていうことじゃないですか。つまり一方的にルールが押し付けられるっていうこと自体が、主権者教育なり当事者の権利とか子どもの権利を侵害しているっていうことがあるので、子どもと含めて不合理なものに対して説明できなかったら、そのルールを先生から押し付けることはやめましょうと。ある程度のパターナリズムが必要だと思う。事故に遭うことを避けるために、そのあまりに長いマフラーとかは危険だよとか言うとか、でもピアスが医療的に危険だとか言うんだったら、じゃあ医者に開けてもらえって一言でいいはずで、そうじゃない理由が何かあるんだったら何かを説明しなくちゃいけないんですよね。そういったその理不尽さ、説明できなさっていうものをちゃんと撤廃していった先に残るところまでたどり着きましょう。でそのために僕は複数担任制とか、学校の先生にしっかりと5年一度はサバティカル取ってもらえるようなマクロ教育システムとかにした方がいいですって世の中に訴えかけていく。そうしたその多忙感を解決するのと、先生たちもそれを押し付けたいわけじゃないでしょっていうところをコンセンサスにするところが中期的なゴールですかね。いや本当にその暴言あるいはハラスメント、あるいはすごく強力な管理っていうのは、本当おっしゃってたけど、一瞬で子どもたちをコントロールできるっていう魅力があってね、それは本当に先生の多忙化解消とすごくリンクしなきゃいけない話だなって思いますね。あと思考で例えば幼稚園とか子ども園とかに子ども通わせてた時に、何かトラブルというか、あるいはその集団に参加しない人がいるでしょ。その時にはトラブルがあったら先生はその間にあって、何とか君は何言いたかったの、あ、じゃあ何とか君はなるほど先生はこう思うよっていうコミュニケーションが始まるじゃないですか。で10人ぐらいがなんかみんなで歌を歌っている時に、1人がテクテク歩いてたりすると、例えば最近だと介助の先生ということで、知的障害だったり発達障害だったり、さまざまなサポートをするということで、じゃあちょっと廊下行ってこようかとか、でも今は何々してるんだよ、前向こうねということでサポートしたりするじゃないですか。小学校に上がると急に、あ、並べ、お前何やってんだ、廊下出とけっていう叱咤と管理になっていくんですよね。で僕は幼稚園子供へのそうした個別へのコミュニケーションの解除、そのコミュニケーション上のトラブルとか含め解除することはとても重要だと思うんですけど、管理するために特定のルールを押し付けることで一定秩序を作って、それに押し付けることを何の疑いも持たないようにするということは、これは隠れたカリキュラムとしては非常に問題だと思うんですよね。だから5歳まではできていることなんだから、そのまま続ければいいのにっていうふうに思っていたところ、今10年前にできた発達障害支援法などの文脈で、スクールソーシャルワーカーとか、ケアボランティアが学校の特に1年生とか2年生とか各自治体に入ってきたりしているので、それを拡大してくださいって言えば最近はちょっと伝わりやすくなりますね。なるほど、ね、その延長ですね、はい、なるほど、ね、いや僕もそういった意味で切り、あ、これで終える、じゃあ今いい感じだ、これで終わりましょう。言いかけたことを最後に言ってください。いやだったらどうやって切り込むかって、本当これから校則なんかは本当それによっかかっている人たくさんいますので、そういった意味で発達支援の問題もそうだし、そういうすでにやってきたことを上に上げる、あるいは先ほどが話題になっている僕なんかやっぱ安全面から入っていきたいなって、安全というのはかなり人を説得するには十分なものだし、科学的根拠もございますので、そういう点から切り込みながらこの問題を見える化してと同時に、おひるさんにブラックリストを作ってもらって、はい、ね、この問題を動かせていけるといいなと、これからホットにもっともっとしていただけると嬉しいなと。そうですね、人権で労働と健康、そうです、これは健康は教師の健康、そうだしね、ということで、はい、はい、はい、
すいません、ずっと見ていても面白そうなんですけど、会場からのご質問もあるので、その質問を代わりにさせていただきます。はい。はい、まずはですね、お二人、いずれに対してもなんですけれども、多数あった質問がです。なんですが、親としてできることが何かというご質問があって、例えば親が子どもの人権を守るためにできることは何かとか、親が、先生、学校と話し合うやり方はどうすればいいのかとか、と部活の連帯責任はどうしたらいいのかとか、ちょっとそれは視点変わりますけれども、そういった質問が多数寄せられていますが、このあたりいかがでしょうか。まず荻上さんからお願いします。そうですね、親としてできることといったときに、具体的にどのレベルなのか、自分の子供がされているケースとか、それとも学校で導入されていることに対して介入したいのか、自分が入ろうとしている学校、子供が入ろうとしている学校なのかでアプローチの仕方が変わる、あるいは問題事例が起きているんだけれども動いてくれないケースなのか、それと問題事例ほどではないんだけど雰囲気が苦手なので変える議論を加速したいのかっていう、イデアによってアプローチは違うと思います。また学校の雰囲気によっては違うと思いますが、当然その学校の先生による学校の校長先生や、あるいは教育委員会、行政、それから具体的な市議とか議員などを通じて言う、場合によってはメディアにリークする、いろんな手段が変えるための方法としてはあると思います。何よりその、事例を他の親たちとこう共有することによって議題設定をして集団交渉をするっていうことはとても大事だと思いますね。で、一方で、個人的に例えばすぐ出せるのは、先ほどの責任をみんなに負わせるっていう連帯責任、連帯責任ってすごい負の効果ばかりがあるんですよ。少なくともそのデータ上だと連帯責任を導入させる学校っていうのはいじめが増えるんですね。で、これはいろいろな理由がありますけど、スレッサーにもなりますし、あとは逸脱行動をした人を排除すべしという、そうしたメタメッセージをこう送ることになるので、連帯責任っていうもの自体が重要問題、あと連帯責任する先生大体他のところでも不合理はずなので、他の人数によってストレスさになっているっていうこともあると思うんですよ。だからそういった根拠を持って連帯責任すると良くないみたいですよみたいなことは、これは有無を言わさず伝えることができるんですね。で、その先生に問題解決とかをしてもらえないんだったら、やっぱり他の先生、人の目がこう入りやすくするであるとか、保護者がこうやって見回りに行けるようにするであるとか、そういったような空気を少しずつ作っていく。ただ少年団とか地方のサッカークラブとかも含めて男の人がリーダーで、なんか保護者とかはそれに対してお弁当とかサポートするマネージャー役でみたいな、そうしたようなその構図って結構あるわけですよ。この前友達から聞いた、ある芸術系の大学だと女子が9割で男子が1割なんだけど、部活動は男子しか入れなくて、で女子はそれに対するこうマネジメントをするみたいなになっていてはぁみたいな、でもそういうそのなんかこうジェンダー役割みたいなものが指導者の側にも実は埋め込まれているがゆえに、何か問題指導って言った時に先生の側が例えばそのコーチとしてそれを聞いてくれる、いやお母さんねってみたいな感じで、そういうもんなんですよみたいな感じで一人なんかこう勝手に論破しようとしてくる人たちもいるので、ちゃんと記録を取りながら集団で共有して改善したい方向性をある程度示しながら議論していくっていうことは必要なのかなと思いますね。部活とかはいかがですか。降ってきた。二人が降ってきた。そう親として何ができるかでしょう。TBS ラジオで夜10時から TNT っていうのをやってるから、しょっちゅう教育問題扱ってくださってるから。リークするっていうとかは。そう。本当ね、電話すればいいんでしょう。電話すればいいか。説明歓迎してますよ。これは半分冗談だけど半分本気で申し上げていて、やっぱり僕は今までいろんな子ども問題、あるいは教員の働き方とか部活問題全部いろいろ関わってきて感じるのは、本当にもともとは、そう簡単にはね、本丸の職員室のいろんな文化って変えにくいわけです、学校文化って。でも実際に柔道もそうだったし、組体もそうだけど、いろいろ変わってきて、部活動も今また変化の波が来ていると。それってもともとはやっぱり、特に僕が関わっているのはネット上の議論ですけれども、ネットで誰かがつぶやいて、それを僕は受け止めて、ちょっとデータ探してみようかっていうところからほとんどの問題って始まってるんですよ。僕は全然学校普段歩いてるわけじゃないので、問題の指摘を受けてデータを探す、そしてまたそれが世の中でシェアされて、別にそれは僕は関わるどうかの気にしても、やっぱり一個一個のつぶやきがいろんな形でシェアされて、そしてそれがまたラジオでも放送され、テレビ新聞でも放送されっていう形で、本当になんか草の根というかですね、そう簡単に変わるはずがないと思ってたのが、
外側がだんだん変わってきて、さっきの部活の問題でも申し上げたように、いつの間にか本丸も最近は世論ではこんな感じで言ってるからね、まあ、自分は不本意かもしれないけど、ちょっとちゃんと考えようかっていうような話になってくるわけですよね。だからよく講演会なんかでも本当この質問一番多いんですよ。あの、私にできることなんですか。でそれは多分僕や荻上さんとかがね、なんかすごいこうやってやりますよってドッカンって話をすると、自分に何できるんだろうってなると思うんですけど、そんななんか大げさなことじゃなくて、実は隣の人に伝えるだとか、ネットで一言言うだとか、まあ、マスコミリークするってもそうですけれども、意外とそういうところから始まってるんだってことを理解してもらえるといいのかなということでございます。はい、ございます。あと複数あった、ご質問として、海外と比べて日本の部活とか校則っていうのが珍しいものなんですかっていうご質問があったのと、すいません、あのまた別の視点の質問ですけれども、現場の先生たちに違和感はないんですかっていう質問があるので、2つまとめてて申し訳ございませんが、あのこれもお二人いずれにもですので、また荻上さんからよろしいですか。はい、校則についてはすいません、まだ国際比較なんか思っていないのに加えて、定量的に国際比較するのがなかなか難しいんですけど、そもそも制服をみんなが着て通うっていうこと自体が珍しかったりもしますね。ただその珍しさっていうのが地域によっても違っていて、その発展途上の国に対して、例えばアジア圏の資本が支援したりすると制服文化が根付いたりとか、もともとの旧植民地国の文化で制服文化だったりするとそれが根付いたりとか、まあ、いろんなものがあったりするので、制服をどうするかとかっていうのはその状況によります。それこそそもそもの 服装を変えないからこそ、制服支援こそがある種の制服ネットになるんだと、だからルールだからっていうことよりは、ある種ちゃんと服装を心配せずに通えるようにしましょうっていうものとはまたちょっとルール立てが違うので、同じ制服があるっていうことを一つとっても、あのなかなか比較が難しいと。あとはそもそも校則についての定量的な分析というものはほとんど行われていないという。でもいじめの部分については、あの結構その比較分析が、あの日本の研究者もリーダーシップを発揮しながら世界比較をしていたりしていて、そこについては例えばそもそもいじめがどこで起きるのかっていうものがまずいも違っていると。でそういったものを通じてみると、校則などが深く関わっていたりするということがよくわかるわけです。例えばあの日本の場合ですと、暗黙の校則として他のクラスの教室に行ってはいけないとか、他の学年の会に行っちゃいけないっていう暗黙の校則を導入しているところが多いんですね。で、そうした結果、休み時間は教室にいなさいというふうに言われるわけです。で、あの統計上、日本で、いじめが最も多いそのタイミングというのは休み時間での教室になるんですね。でも例えばアメリカとかオーストラリアとかいくつかの国、まあ、西洋国のいくつかの国をサンプルとして取ると、いじめが一番起きるのは教室ではなくて、例えば廊下だったり校庭だったりするんですね。それはなぜかというと、移動教室を前提とする学生、あと学校生団のことと、あるいは多様な人種が交錯する場所がむしろバスを降りて教室に向かうっていうあの時間帯、その海外のドラマとかだとやっぱりバスの中で足を引っ掛けられるとか、隣に座らせてくれなくて、でも何か自分の一生のフレンズになるやつが隣にここいいよみたいなこと言ってくれて、それから10年とかね。あとそのスパイダーマンとかでも、その映画とかでもなんかこうロッカーの中でガサガサってやってると、へいお前とかってこういじじられるみたいなシーンあるじゃないですか。あれはやっぱ廊下こそがいじめの舞台だっていう共通認識があるから、そういった描写豪華になったりするわけですよね。でも日本はそういった隠れたカリキュラムの中で教室に野菜みたいな裏の校則みたいなものがあったりする。そうするとその中で押し込められた中で人間関係を築かなくて、なおかつゲームの持ち込み禁止、携帯禁止、食べ物持ち込み禁止、洋服なども規制されていて、おしゃれもダメで、文房具も縛られてるでしょ、鉛筆だけとか、あとなんか匂いがするものダメみたいな。そうすると大人だったらできるはずのストレス発散ができないんですよ、何も。だから休み時間は教室に行って、ことあの授業の準備をするか友達と話しなさいっていう二択になっていて、で友達と話すと仲良くなれない相手たち当然いるわけだから、そこでいじめなどのコミュニケーション上のミスというのが、ミスマッチがより生じやすくなったりするわけですね。となると、こういうある種の裏拘束みたいなものが教室でのいじめというものに、こと日本においては結構関わりやすく結びついているということは分かるわけです。僕が言えるのはそこまでですね。他にどういった法則があるのかっていうのは分からないけど、こといじめという観点から見て、こんなに不合理にガチガチに縛ると少なくともストレス発散はできないと同時にストレスを与えることになる、プラスいじめ環境を特定の場所に固定してしまうので危ないですと。そうした観点からいろいろな法則はやめましょうと、ジュース持ってきてもいいじゃないと、
これ授業中飲んだっていいじゃないか、あの10分おきにとか20分おきにインターバルして仕事した方がいいとか、今ライフハック本とかでいろいろ書いてる中で、なぜ子供は休憩してダメなのか、子供だって過労するんだよ、そういったことを言うためには、あの今言ったような、まあ、ミニマムな視点かもしれないんですけど、まあ、学生を比較しながら、ルールを改善するっていうことは訴えていけるんじゃないかなと思いますね。そういったあのことを現場の先生たちはどういうふうに思ってらっしゃるんですか、ね、人それぞれですけど、僕の講演会とかを聞きに来る時点ですごいバイアスがあるんですけどそれを抜きにして具体的に、自治体で僕が第三者委員会として行ったりすると、今度はあの市の人だからっていうことで今度はあの逆らいにくくなったりするわけですね。でもそこでやっぱりじっくり丁寧に行くと、こうしたヒアリングを受ける時間も含めて非常に忙しくなってるんですって言われるわけですよ。あ、悪いなって思いつつ、でも悪いんじゃないと思ってで、そういった時にやっぱり多忙化の問題があるから、この問題については向き合いたいけど向き合えないという声があるわけですね。で、向き合いたいけど向き合いたくない、あ、向き合えないんだったら時間を確保しようと、で向き合い方がおかしいんだったらその方法を奪って別の方法を提示しようというような、その2つの手段というものを使おうとしている。だから反響はやっぱり現場が分かってない、人に言われたくないという感覚はとても強いと思うので、現場も喜ぶようなオプションをこっちも提示する、あるいはデータで把握する、現場も分かってない事実をデータとして把握する、このたりがまあ役割なのかなと思います。部活動がまず海外と比べて、もう荻上さんさ、1分の間に詰め込む情報量が僕の2倍くらいやっぱね、さすが時間かけられてる中で仕事をする人は違うわね。ラジオの仕事と違います。あ、違うね。ラジオもっとゆっくりだね。ここはだからちゃんともう今伝えなきゃいけないこと全部盛り込んですごいなと思った。そうそう、ラジオはまたもっとゆっくりだもんね。あ、まあそんなことでもいい。はい、海外と比べてはですね、まあ、部活動こんだけ熱心なのはやっぱ日本特有だって言われてますね。でとりわけヨーロッパ型なんかも、学校の外の考え、いわゆるスポーツ文化活動というのはもう地域に任せるっていう形をとってますの で逆に言えば日本の学校もいろんなことを丸抱えしすぎです。さらにはだって部活動だと先不足っていうのもありましたし、つまり部活動も生徒指導の一環になっていたりですね、気候抑止だとかって言って言われてるわけでしょ。部活動も別にスポーツや文化活動以上の意味が一生懸命詰め込まれていて、ほんで気候抑止なんか本当僕も、まあ、荻上さんもいろいろ疑問に持ってると思うけど、部活動で気候抑止って言ってその中で体罰あったりいじめあったりしてるわけですよね。そのなんでコンビニたむろすると悪さするからっつって、でもじゃあってそこで囲い込んでそこで先生が暴力してたりだとか、そこでまたいろんないじめとか起きてるって考えた時に、そんなに囲い込むことにメリットがあるのかってことも考えなきゃいけない、まあ、それぐらいにその部活動そのものを囲い込み、さらには部活動の中にもいろんな教育の内容を詰め込んでいて、もうそれ自体が先生自身も忙しくしていくし、部活動をも肥大化させていくっていうことで、もう少しやっぱりそのあたり海外から学ぶことも大事かなと、決して学校誰で抱え込む必要はないんだというふうに考えています。で、あと現場の先生はどう思ってるかっていうのは、これは最近いくつかの調査を見て僕の中で新しく見えてきたことがあってね、割とネットなんかで声を上げてる先生からすると、職員室は無風状態だっていうんですよ。つまりネットで声を上げてると、まあ、いろんな人たちがそうだねそうだねって言われるし、まあ、マスコミからも取材を受ける、でも実際の職員室はシーンとしているということで、僕もよほど職員室は保守的だなとずっと思ってたんですよ。ただいくつかのデータを見てみるとね、分かってきたことがあって、例えば部活動は全員の先生で指導すべきだって、まあ、だから先生も全て強制されるっていう仕組みがほとんどの中学校で取られてるんですね。他方で個々の先生に全員で指導すべきですかって聞いてみると、むしろいやいやそれは希望制にすべきだっていう人の方が全員でやるべきっていうよりも多いんですよっていうふうに、まあ、ちょっと大体半々ぐらいなんですけど、要は全員強制も希望制も個々には半々ずついる。なのに職員室の総意あるいは職員会議の議論になると、みんなでやりましょう、部活動を充実させましょうっていう、なぜか違う方向に行くっていう、ここが見えてきたんですよね。だからそこはやっぱりまだまだある意味日本文化の、日本の教育文化の悪いところかもしれないし、そのあたりをもう少しみんなで、あ、実は
私もみんな希望性がいいと思っていた、実はもうちょっと緩くやればいいと思っていた、で声に出せるようになるときな、それこそ部活動だってみんなもっと休みたいと思いながら現実にはたくさんやっているっていうことで、ちゃんと自分の意見を表明することで実は部活動はもう少しいい方向に行くのかなということを思っています。もうだから忖度してるとあんまりいいことないってことですね。はい、2つだけ本を紹介すると、今の部活動の話だと中澤先生 の、 その部活動の戦後と現在っていうので国際比較データが載っていて、部活動の各国比が出ています。日本と韓国などの東アジア、一部は部活動というのが導入されているけど、アメリカ型ヨーロッパ型で違いますよねという話がありますね。もう一つ法則の話で言うと、どなただったかな、教育伝説の、社会学っていうような本を最近、お出しになっていたので、結構そのベースな本で、どういった本かというと、要は、校則っていうのはもともとイギリスなどのヨーロッパなので、あのコントロールをする、身体を特定の仕方でコントロールとする文脈の中から出てきたものの中で、もともといろいろなところに広がっていったものであると。でそれぞれの国の中でもそれぞれの校則の歴史というものがあるが、その発露の仕方は様々あると同時に、西洋的な例えば普遍思想の下では子どもの人権という観点から撤廃されていったような歴史もいろいろあったりするということが交通整理されている本もあってですね。まず先生が編集してたんですか、金子二郎先生、田大二郎先生のやつ、複数の方が、そうそう、その中で校則入ってますので、はい、校則の章が一章あって、そういった、教育について書かれている中での校則史みたいなものを書いている中で比較はされてはいないんですけれども、通史として世界史の中に続けられているものっていうのはあったりしますので、興味あればそういったものを手に取るといいかなと思います。こういったものに関してはやっぱり学術出版社から出てるやつをまず買ってっていうと、ね、内田さんの本はいいところが出てるので、それはまたあれとして、そういったところに行くと結構ベースのデータが載ってたりしますので、ぜひお買い求めようって感じですね。はい、お二人のご講演聞いて、私の感想なんですけど、どの視点が入っているようで入ってないと思って、例えばその部活は子どもたちにとってはすごくいい体験なんだよって言いながら、その休む権利とか余暇を楽しむ権利が侵害されていたりですとか、子育てについてはそのスカートの長さとかバイクは禁止とか、その子どもを守るためと言いながら、その子どもの例えば意見表明権とかはちゃんと守られているんですかっていうようなことがあると思っていて、それに絡めて会場からの質問なんですけど、まず US さんに対しては必要と理不尽の線引きはどこなんですかっていう質問があったんですけど、いかがでしょうか。必要と理不尽ですか。必要さを説明できないものは僕は理不尽だと思うので、まずは説明してからにしてくださいっていうふうにいつも思うんですけど、ただその、健康を本人が守りきれない場合においてはそれは必要だと思うんですね。だから例えば5歳から酒飲んでいいかっていうと、そうじゃない法律にしてるわけですよね。これもある種のパターナリズムです。で18歳とか20歳っていうものに例えば線引きの合理性があるというと必ずしもそうではないが、でも蓋然性を持ってやっぱり不健康につながるからということで、そうした調整っていうのが民主主義の手続きの中で一応導入されてはいるわけですよね。でそれが全て正しいと思いませんよ。薬物の問題とかいろいろありますから。ただそうしたものについて一定のコンセンサスと、それから説明性と、それから科学的合理性がそれなりに説明できるものと、日焼け止めはおしゃれだから禁止、いや日焼け止めは健康被害のために大事って言った時に、僕後者の方が圧倒的に根拠があると思うんですよ。でこの日焼け止めはむしろ必要だっていう論理の方が勝つべきだと思うんですけれども、でも今のうちから例えば日焼け止めとかを塗ったりすると色気づくからダメとか、別のなんかこう NG ルールがこう入ってきたりするわけで、プールが汚れるからダメみたいな、いや塩素とかもうとっくに清潔になってるものがいっぱい入っててとか、そうしたものが通じないようなそのロジックがあったりするので、必要だと思われているものが実は不合理なんですよっていうふうに徹底的に説明していった上でも、残る必要さの拘束というのはあると思うんですよ。さすがにみんな好きな時間に投稿しないって言ったら対応しきれないとか、あとちょっと難しいのはね、欠席をするときに電話をしてはいけませんっていうルールが結構なんかここにあるんですよね。親がうちの子休みますって電話で伝えちゃいけない、だからノートを届けなきゃいけないんですよ。保護者がノートを届けるか、近くの子供に何年何組の先生に渡してねっていうのを出すと、でこれは電話がバンバンになると対応しきれないからっていう理由のようなんですね。だとするんだったら、事務コストの問題から言って事務員がちゃんと当てなきゃねっていうことと、 LINE でいいんじゃないって思うんですよ。なんか休みますスタンプくみたいなもので休めたら僕すっごいなんか平和になると思うんですよ。電話するのがストレスだから
使い手なくてストレスになってで病気になっちゃったりとかっていう人よりは、いやすいませんいいねっていうので終わったら楽じゃないですか。そういうふうに例えば今必要っていうのが要はランニングコストとか対処のリソースの問題で必要っていうケースと教育によって必要っていうのはまた違うので、さらに残ったその必要っていうものをより細かく分けていって、じゃあ何ならできるかっていうダイヤを一個一個当てていく、その果てに残ったものは僕は議論に値するなというふうに思います。内田先生に対してはですね、試合を全校で見に行くのも部活の過熱ですかという質問があるんですけど、その裏にはその、過剰なものとそうでないものの線引きはどこなんですかという裏の意図があるように思うんですが、そのあたりはいかがですか。部活を全校で見に、まず全員で見に行くこと自体が果たしていいのかどうかって、それ行きたい人に行けばいいでしょっていうのは率直なところですね。そして何よりも先ほど申し上げたのは、授業の時間を押しのけていっているっていうのは、これはもうどうにもこうにも制度上大問題だと思っています。だからそれがね、土日に部活動の指導で、好きな人来てちょうだい、応援来てちょうだいって、これは当然何の問題もないわけですよね。それを授業中に強制的に行かせていると。でそれはまたね、実習にしている場合には当然先生の受けられる授業を受けずに自分でやっていると。で全校で応援行く場合には実はそれも何かの授業で当てているんですよ。例えば体育の授業に当てて応援に行く、あるいは一番多いのは多分学校行事に当てて実は応援に行ってるんですよ。つまり本当は学校行事でやるべきことは全部応援に変わっていくわけですよね。でじゃあ本当に応援を前提にして学校行事として組んでるっていうわけじゃないわけです。まず最初に応援があって、じゃあこれ学校行事当てちゃえっつって、そうすると当然ながら本当に組むべき学校行事っていうのはその中で消えていくわけですよ、ね、という意味も含めて、とにかく授業の中でを押しのけて部活の応援をするっていうのは、これはもうあってはならないことだというふうに思っています。今夜もこういうラジオがあるのであまり時間とかできないと思うんですけど、最後の、まとめも含めて、生徒たち本人にはどのような働きかけをすればよいか、生徒たち本人に対して何かできることがあるかということも交えてまとめをしていただけますでしょうか。生徒たちが何かアクションを起こすときにということ、それも生徒に何か問題、この質問だと生徒たち本人にはどのような働きかけをすればよいかっていうことなんですけど、もっと別の視点の方が言えそうであれば、そうですね、子どもたちに代わってくれっていうよりは選択肢を自然とその手に入りやすい社会にしたいというのが前提にあるので、子どもたちがそんなに頑張らなくてまず俺ら頑張ろうっていう前提が、あるんですね。でだからその学校の理不尽なルールとかをなくすことで、そういったもののミスマッチで学校に行けなくなっている人っていうのは何とかしたい。僕別に学校に通うべきだというふうに考えているものではないんですけど、学校以外のオプションというものはとてもまだまだこの社会脆弱なので、学校を豊かにすることと安全安心にすることと学校以外のオプションを豊かにすることってやっぱ同時にやらなくちゃいけないと思うんですね。今ある学校という選択肢をむやみに手放す必要はないと思っているが、そこが今まで見て見ぬふりしてきたさまざまな排除の力というものを引き継いでいかなくちゃいけない。それが今まではいじめや不登校やそして校則とか問題に加えて、実は部活とか運動とか組体操とかいろんなところでの排除やあるいは何か理不尽というものの温床になっているわけですね。そうしたものに気づくきっかけというものをどん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 指摘していくのが、専門家だったり評論家だったりあるいは行動する人の仕事で、それを受け取るのが例えば政治だったり運動家だったり、現場の弁護士さんだったりとかクライアントを許す仕事の人たちだったりすると思うので、そういうバトンリレーをする側として何か受け取るので、おかしいと思ったらそれに従順に順応するのではなく、順応するのは成長するのが違うので、順応するんじゃなくて自分の成長を阻害するものを取り除くことが成長につながるんだから、そういった不純物っていうのは変だよねっていうことは、ツイッターと裏アカウントでもいいし、闇アカウントでもいいし、何でもいいのでそういったところでつぶやいて世の中に吐き出した方がいいですよというふうには思いますね。なので SNS 禁止とかっていうのは全部スルーしてこっそり作ればいいんじゃないかなとか思ってます。そうしましたら津田先生も子どもたちに何かできることがあるかということも含めて最後のまとめをお願いします。やっぱりね、ラジオを聞けじゃないかな。それこそテレビはない、テレビはない、もう今週スペシャルウィークなので、ね、そうしてくれるとありがとう。
今日木村壮太さんが出ますから、ね、あ、本当、はい、あ、そうかそうか、それ国会論戦のチンプレー、コープレーというこの2ヶ月間もいろんな音声を使うんですけどあの楽しいと思いますよ。あ、なるほど、はい、まあ、そんな風にあのやっぱりね、今なかなか学校の中では本当に、まあ、それこそ先生の保守的な体質もあるかもしれませんけれども、それこそ働き方改革でさえ先生たちの中では職員の中ではなかなかシェアできない、やっぱり頑張ってこそ先生だっていう文化がまだまだ強くてですね、そういった意味でも実は今学校の中よりも外の方にいろんな答えが転がってると思うんですよね。でその中でみんな声を上げていくうちに少しずつ今本丸が変わりつつあるというふうに思うので、そういった意味では、まあ、なかなか僕は直接子どもに働きかけることはできませんけれども、本当に学校の外から情報を得てもしない SNS も含めてですね、そんなふうに強く思っています。そうですね、フリースクールとか学校の外にいろいろありますから、ね、ああそうだね、うん、ネットで変な歴史観とか身につけなければなんか知識ではなくなんか選択肢がいろいろあるんだということは学んでほしいですね。あの本当に議論尽きないですけれども、あのご講演から引き続きあのパネルディスカッションもありがとうございます。あのお二人にあの拍手をつけたいなと思います。それでは他にも質問たくさんあって、全部に取り上げたかったところであるんですけれども、ちょっとお時間の関係上、ここまでということにさせていただければと思います。それでは、最後に、当団体、の、理事であります、後藤、さんの方からご挨拶を、最後締めでさせていただければと思います。ヒマレスナーの副理事長をしております後藤です。今日皆さん来ていただいてありがとうございました。そしてお二人のとても軽妙なんですね、巧妙じゃないですね軽妙なトークをいただいて、あ、本当にこういうことをきちんと考える場っていうのがとても必要だなというふうに思います。で最初に伊藤の方からお話があったと思いますけれども、ヒューマンライツナウではですね、今回のですね、子どもの権利条約の第4回5回審査が昨年ですね、レポートが出されたんですけど、その時に、シャドーレポートを出して、でその時にこの話題も両方とも拘束の問題、というものと、あとはですね、体育というか部活の問題というのをですね取り上げました。で、実は1994年にですね、日本は子どもの権利条約を批准をしていて、で、なのにもかかわらず、もういまだにですね、その拘束の問題で、拘束ってさっきおっしゃっていただいたようにですね、やっぱり説明できないものが多すぎますよね。で、子ども権利条約だと皆さんご存知のように18条っていうのがありまして、やっぱり子どもたちの意見表明っていうのも大事だけれども、18条って別に意見表明するだけを問題としているわけではなくて、意見を表明した後にその意見を年齢に応じてですね、きちんとその結果としてどういう校則にするか、例えば校則の場合にはどういう校則にするかっていうのを年齢に応じて意見を聞くって話になっていて、意見を言ったらそれがそのまま通るのが子どもの権利ではないわけですね。先行で出てますけど、危険性だったりいろんなことを発達段階に応じて考えて対応しなければいけない。でだけれど、本当に子ども権利条約のが批准される時からずっと言われてきたのは、やっぱり説明責任がやっぱり決めた人たちにはあるんじゃないかと、説明できないものがあってはいけないわけです。で、三つ編みが許さないって、何度同じ三つ編みなのに状況によって違うのかよくわからない。で、さっきのですね、部活動もそうですよね。例えば私今大学で教えてるんですけれども、学生に子どもの権利の話をするときに部活どうだったっていうふうに聞くと、なんかみんなすごい暴力的な体罰を受けても、あの先生はいい先生でしたって高校生でもロースクールの学生でも言うんですね。えロースクールの学生だったら子どもの権利って山のように話した後に体罰の話をしても、え
ていうような反応がしてくる。多分それさっきおっしゃったワクワク感だったり高揚感が未だに続いていて、いい思い出、悪いものは消されて、それなんかいい思い出全部書き換えられていたんだなっていうふうに思います。でそういうその子どもたちが置かれている場っていうのをですね、やはりもう一回私たちはですね、考え直して、まあ、ヒマラヤなどでもですね、ご一緒に何かできることがあればしたいなっていうふうに思います。であともう一個だけ最後に31条の話をしたいんです。子ども健常育の31条ってご存知だと思いますけれども、遊んだりリクレーションしたり休憩したり余暇を楽しんだりする権利だけど、今の話、部活が本当だったら31条が要求しているようなものでなくてはいけないはずなんですけど、なんかそうじゃない。なんか部活もとにかく余暇とか遊びとか 休息とかリクリエーション、本来だったらリクリエーションのはずなんですよね。でリクリエーションの権利を学校が部活っていう形でやればいいんですけど、なんか全然違う形になっていて、社会がそれをウェルカムというかいいことだってしていると。だからそういう意味でやっぱりもう一回子どもの権利条約の理念に立ち返って考えていって、まあ、皆さんとご一緒にヒューマンライツなどでもですね、この問題についてもさらに検討していただけるいけたらなというふうに思います。で今日は本当にお二人の素晴らしいですねゲストをお迎えして、このようにですね大勢の方にも来ていただいて、このような素晴らしいですね、機会が持てたというのはですね、私も含めて、とてもヒマラヤさんとしても感謝を申し上げたいと思います。では皆さん最後にお二人に盛大な拍手を、していただいてありがとうございます。今日はどうも本当にありがとうございます。